それってどこのシーンかな、立ち話あ、っていうことは定期訪問の時かな、それとも新規開拓かな。まあどっちでもいいですわ。どっちにしてもね、ちゃんと言ってる、要求してる、座らせてくれって、これ言わなあかん。足が痛いとか、あ、まあそれちょっと違うんだけどね、要は座らせてください、お時間ちょっと10分だけください、向こうに面談の席があった、あちらの方でちょっとお話しさせていただけませんか、テーマでしょうね。そこまで言うとね、断りにくくなるんで、ぜひやってみてくださいね。あなた要求しないとダメですよ。英語と基本の常識、これ当たり前のことですから、頑張ってください。平成22年から、この度ですね、営業専門のツールを販売するサイトをオープンさせます。営業道具.comです。ぜひよろしくお願いします。